い、どうもピオキングです。今日はですね、トロールコースター一発マリオやっていきますか。タイミング良すぎじゃない、ココアさん、ちょっと。いや、ありがとうだけど、遊んでくれて。で、今日はコースを始める前にね、素敵なエピソードを一つだけお話しさせてもらうんですけど、僕ですね、結構ツイッターをですね、フォローしてくれてる方々と仲良くさせてもらってるんですけど、リスナーさん同士で彼氏と彼女の関係にまでなりましたと。いや、非常におめでたい。まあ、そんな奴らはね、どうでもいいんで、さっさやっていきますか。クリア率、今日は 0.99% のこのクッパのね、サムネがあるコースなんですけど、大体さ、トロールでクッパってあんまり出ないよね。まあ、たまに出るんだけど、なんか雑に扱われることが多いよね。あれ？なんか今日すぐこんな音楽が鳴ってるんですけど、マリオカートの音だったっけな。じゃあここはまずアイテムでもない、初見殺しもないね。フィッシュって右下に書いてるんですけど、確かにフィッシュだったね。あれ、これトロールなんですかね。あ、絶対トロールだね。これこの感じはもうトロールだ。じゃあここでオフをしてすぐジャンプする。危ない。よしよしよし、右、危ない。うまくなかった今。いや、多分ね、そんなことだろうと思いました。ここはファイヤーと見せかけてこのカエルを取ります。きっとこっちで正解でしょ。で、ここでバブルが降ってくる。頼む、降ってこないの。あ、でも上が正解っていうパターンも、うわ、ありえない。うわ、積んだくせ。うわ、ここ降りれねえじゃん。あ、でも左上にカエルとファイヤーって書いてる。それじゃあここは一旦このカエル取ってからのファイヤー取ってみようか。これでどうかなるの。これでいいのかな。先にファイヤー取っておいたらどうなるんだろうね。じゃあここは下にはいけない、一回チビになってこの右に行こう。ここはジャンプしない方がいい、絶対に。で、右、そしてここパワーブロック入った瞬間、パワーブロックじゃない、パワーブロック取った瞬間ここで下、あ、下に入れないのか。じゃあ引っかかった、引っかかったけどまだ大丈夫。何かある。じゃあここは一旦パワーブロックを持ってもう一回ここに置いておく。そして右に行ってこのパワーブロックを持っていこう。いや、絶対いると思うよこいつ。ほら、パワーブロックって書いてるもんね。で、ここでパワーブロックを落として右に、ちょっと。ここは一旦パワーブロック置くところまでいい、置くところまでよくって、ドッスンが出てくるでしょ。で、あのパワーブロックに乗る、そして右に入る。よし、完璧。そしてこれは左、オッケーオッケーオッケー。そんでオンオフしていいのかな、一回してみるね。そういえば結構前からなんだけど、罠に引っかかって積んだ時にさ、あのスッてするのが好きみたいな人がね、意外といるんですよね。それを好いてくれてるのは嬉しいんですけど、まあ、それを好いてくれてる方にね、一言言いたいんですけど、いいですか、言っちゃいますけどいいですか。もうそれね、息だからね。私関係ないですからね、息を好いているのと一緒です。じゃあここはキノコ取っておいて、ここで右でよかったんでしょ。あ、待って、そこ右に行かな、危ないね。そんでハラちゃんが出てくると思われる、なんですぐ左に行こう。こっちが正解でしょ。あれ、あ、でここでオンオフをしないでみる、しないで右行ってみる。あ、敵忘れてた。じゃあここは速攻左に行って、こうオンオフしてすぐ右に行く感じだね。ここでファイヤーを取って、取ってどうするんだろうね。なんかパックフラーのところまで行ってみようか。左上にいるんですけど、あのファウラーのとこで行って、ここでドアに入る。よーし、ギリギリ間に合ったね。うわ、ここ怪しい、このカロンすげえ怪しくない。このカロンは一旦入っ、いや、履かないで持っていこう。持ってってここでヒップドロップをするんじゃないんですかね。ほっ、でヒップドロップ、ヒップドロップできるよね。よし、オッケー。でこのまま連れてって、なーに。あ、なんかでも中間ポイント取ってる、さっきこんなとこじゃなかったよね。ここで合ってたのか、どこかわかんないね。でもどうしよう、一旦ここ開けるね。それじゃあ一旦ね、このドア入ってあの進んでいくんですけど、あ、こっちで合ってたね。うわ、どうしよう、ここ走っていった方がいいと思う。あのバブルはきっと抜けれるはず。それじゃあこのバブル普通に行けんのかな、近く行ったら離さないの、どうなんだろう。あ、離すね。あ、ここ行けるんだ。うわ、危な、あれれ、ここバブル落としてすぐ右に行けみたいな感じだね。そして
あのトゲメットのところに行ったら、いや行かないといけないね。行ってかぶる、そして上のこの氷ブロックを壊す感じでしょう。そしてどうしよう、ここはツタで行こう。多分ね隠しブロック出てきそうなんだよね。で上行って右かな、右行ってみる。あ、右も行ける、左も行ける。どっち行く。うわ、右、右罠っぽくない？罠っぽい方行ってみます。こっち罠でしょ、大丈夫、罠って思った方がいける。なんで何もないんだよ、ここ壊れろよ。やばくないこれ。それじゃここは左でよかったね、左のこの土管だね。なんで今度は右、何よ。いやちょっとずるくない、ちょっとさっき右行ったので正解でよかったやんか、読みは当たってたんだね。でここはオンオフがあるね。あ、オンオフは多分この縦なブロックを叩いた瞬間オンオフが変わってすぐ下に行く。いやこれで正解だね。今度は赤のカーに入るってか。だからねここで一回オンオフをしておいて左に行って土管に入る感じ、絶対そうでしょ。こう、よしよしよし、これはよくできてるね。でここはジャンプするしかないんでジャンプしますね。でここは歩いて行って、大丈夫これ大丈夫、もう何引っかかった感じこれ。大丈夫、こいつしかねえ、頼むよ、絶対来いと思うでしょみんな。でも期待してもいいよね、そろそろ頼む。なんだお前は。それじゃここはすぐ右に行かないといけないと思う。ここでダッシュ、よし、で右、オッケーオッケー。そんでここは右しかないね、こっちしかないんで、ここジャンプしていいかな。ジャンプするね、隠しブロックはなさそう、よし。そんで上も隠しブロックはないけど、このねカロンが怪しいよね。一旦ここまで行ってみる。あ、なんかかっそうくんの。それじゃあのカロンは取っていかないけんっぽいね。このカロンは取って入っていこっか、入っていきますね、こう。そしてこれはジャンプしかないか、ジャンプして右にすぐ行こう。それじゃあここは一旦ジャンプして速攻また吐く感じかな。でもう一回ジャンプして上、よし、オッケーオッケー。うわ、このツタめちゃくちゃ怪しくね、大丈夫。いや大丈夫だね。このツタ何なんだろう、1個だけ生えてるの。そんで次はこっちか、じゃあ上に行って、ここはオンオフがすぐ変わると思うんだよな、絶対に。そう、はなー、ここはジャンプしてすぐ左にダッシュ、そうでジャンプ、オッケー。それでここをジャンプして上、あー行けたね、行けたけど、ここはあ滑っていいのかな、なんか滑れる、大丈夫これ、行くよ、行きますよ。あ、壊れるんだ、ていうことは別に滑る必要もないね、よし。でここで音符ブロックをジャンプして壊します、その瞬間右、よしよしよし、ちょっと休憩していい、よし。それじゃあここジャンプするよ、ジャンプして壊れる、よし。ここは下に行って左に行くと見せかけて右に行く、絶対そっちが正解。あジャンプしてしまった。でさっきのクッパクラウンの場所を越えたら中間ポイントがあると思う。そろそろもうそんな時期だよ、ここはクッパクラウンを乗った瞬間すぐ左に逃げる、よし。そんでこっちでいいのかな、ジャンプ、よし、こっちしかないもんね。そしてここはあいいよ、押してダッシュしろ、絶対ここなんか罠あるでしょ、いやしていく。そんな速攻罠に引っ掛けんでもいいやか。じゃあここはピーを踏んで一旦あのモグラを倒してから右、よし。いやなんか罠ありそう、大丈夫、絶対なんかあるでしょここね、えなんかなんかあれよ。なんもないのか。まあまあ無事中間ポイントは取れましたけどね。ここはジャンプ、ジャンプ、オッケーオッケー。あれ行き止まりじゃないここ、あ上から行くのかな、あ上から行くっぽいね。そんでここは下罠だと思うじゃんね、でもね、あ何もないんですよ、あのやられるやつが、なんでこっちが正解だと思う。
今ので疲れた。なんか今のでめっちゃ疲れたんだけど、声今日枯れるかもしんない。じゃあここ右で合ってるんでしょきっと。左にバネ落ちたけど、あれバネ持っていかないけん臭くない？いや絶対いるよねあれ。多分いると思うな。やっぱりここでいる感じか。じゃ一旦ここで右に行ってこの辺かな、そして左にジャンプしていく。あ、これでいけるんだね。でもう一回右に行って、あれなんかかぶったね。あ、どっちが正解なんだろう。バネかな。うわどうしよう、バネ持っていく。バネの方が正解かもしれないね。でここにバネ置いてジャンプ、これでもいけるでしょ。ほら、うわ神の甲羅いる臭いね。ここ、ここで投げてどうかするんじゃないの。一旦倒すね。倒してこのまんま投げる。いやいやだいやだ。それじゃあここはこのメット持ってここで投げる。それで合ってる。よし、そんで鉄球が出てくる。よっけ、あぶね。よし、でここでキノコは取っていいでしょ。なんで下に出るのよ。うわ上の取れねえか。やっぱりこの辺で待っておいたらキノコが出る。そうでしょ、この辺でキノコが出てくる。よし、そしてそしてどうすんのこれ。上に行っていいのかな。上に行ってオフが変わる。いや待って、危ねえ。よっしゃ、次やっと来れた。そろそろゴールなんじゃないんですかね。ナイス反射神経、見ました今ので。ここでオフが変わって右。うますぎ。あ、これはなんか杭が邪魔だね。あ、ヒップドロップしなきゃいけないのか。しますよ、ちょっと待ってね。あ、オッケー。そんで一旦さ、ここ脱いでいこう。一旦脱いでいった方が多分いいと思うんだよね。うわー見た、今回避した。回避したけどこれどっちなんだろう、上と下。いや下行ってみる、こっちが正解であってくれ。きたいや来てね。一旦このまま入って右にダッシュしよっか、多分それで合ってる。こんなー違った。このまま下に降りよっか、こう下に降りてかぶってここでヒップドロップ。なんで違うの、なんでそこに行き止まりがあんのよ。ずるくないですか。何を考えてんの、制作者誰ですか。読めねえよ。ここで投げるのが正解だと思うんだよね。いけ、やったこれか。よしで右、なんか動いてるよ、なんか動いてるよ、なんか動いてるよ。え、何、いやあれは入れなかったでしょ、あの土管は。いや絶対こっちで合ってるよ。いや頼む、こっちで合ってるよね。だってあれ入れんかったもんね。うわ何これ、嘘。え、これ中間ポイント戻す感じだよね。でもさ、あれじゃなかったっけ、なんて言うのかなね。なんか言いたいことわかるかな。さっきどっか入れんかったよね。あ、なんかあった、ほら。うわこっちが正解だったのか。うわ当たってしまった。うわもったいねえ、こっちか。うわこっちはじゃあ何、なんか救済措置あって頼む。分かってんだってそんなことは。え、これオフ変わんないのこれ、どうすりゃいいのここ。え、やられないのもしかして。なんか変わってよねえ、なんか変わってよ。あ、上にあった上にあった、頼む、なんか来て、お前か。いやこれでもう一回中間ポイントから始めて右下に。開かないよねやっぱり。これはもうゴールできるよ、この土管入ってファイヤーフラワーになれるよね。ファイヤーフラワーやね、ファイヤーマリオになれるから、そこでこうでこういって下、そして右下に行ったら確かゴールでしょ。そうだよね、よしよしよし。でここに入ってこれで溶かしていけると、ありがてえ。やったぜ。このコースね、なんかさっきと違うやんか、敵もなくって結構やりやすいトロールでしたね。めちゃくちゃ引っかかってたけど、はい、それじゃあ次は一発マリオやっていくんですけど、ノコノコを一匹倒すだけのコースって書いてるでしょ。でこれがノコノコほんと一匹いるだけなんですよ。でもね、
32回チャレンジ誰かしてるんですけど、誰一人もクリアしてないっていう、これ何なのかなって。おそらくね、ノコノコがゴール条件になってるとは思うんですけど、やっぱり、え、これ回転ジャンプで倒して終わりじゃないの？え、そんな簡単なえ、大丈夫、これ回転ジャンプでいいだけでしょ。なるほど。いや、これどうやって倒すんだろう。いや、これめちゃくちゃ難しいね。どうしよう、なんもないでしょ多分ね。隠しブロックとかはこういうのないと思うんですよね。回転ジャンプだけでいってみるね。綺麗に回転ジャンプで、あっ、うわ、やっぱダメだね。これね、普通にジャンプしてなんかね、ブロックが出るときと出ないときがあるんだよね。今出たけど出ないときもあるんだよね。ほら、今出なかったよね。これがなんかヒントになってると思うんだけどな。ジャンプだけでいけるってことは、回転ジャンプだけでも何回かやってればいけると思うんですよね。よっしゃ、来たいや、回転ジャンプだけでいくとは思わなかったけど、無事クリアできました。今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。